どうもこんにちは、現代文マスターのトブテラスカでございます。研究企画、トブテラスカは果たして読解力があるのか。皆さん読解力ありますか？まあ、読解力ってね、読んで字のごとく文章を読み取る力のことなんですけれども、僕はですね、真の読解力っていうのは文章を読んでその文章の意味を理解するだけじゃなくて、その文章を通して書き手側が何を言いたかったのかを汲み取る力だと思ってるんですよ。それはそうだよ、文章をチラッて読んでその文章の表面上の意味とか言葉の意味を読み解くだけなら子供だってできる。真の読解力っていうのは自分がどう思うかは別に置いといて、この文章を通して書き手が何を言いたいのかっていうのを察する力なんですよ。で、この読解力、近年日本人どんどん低下してるそうでございます。まあ、子供たちなんかはですね、テストの点数なんかでこうピャッて見て分かりやすく低下してるらしいんですけれども、大人ですよ、まあ、大人は子供たちに比べてね、テストの点数みたいに目に見えて分かる指標はないと思うんですけれども、その代わり日常生活においてこの人話通じないなとか、この人話分かってないなっていう人と接する機会が増えてきてると思うんですよ。僕もつい先日ですね、ツイッターで見かけたんですけれども、とある特撮ファンの方が、上司が部下たちに危険を感じたらすぐ逃げろって言ってるセリフのシーンのスクショを載せて、こういう上司素敵だよねっていう話をしてたんですよ。でそれがたまたま特撮の地球防衛軍とか、その軍隊のキャラクターのセリフの場面だったので、たまたまそのシーンだったのに、それを見た人たちがこういうセリフが出てくるってことは作り手側が軍事を甘く見てるとか、本物の自衛隊で上官がこんなこと絶対言わないとか、そういったことをリプしてきてる方々がたくさんいらっしゃったと。こういう人たちが読解力がないんです。そりゃ現実の軍事になぞらえて考えたら、逃げていいっていうセリフはめっちゃくちゃ非現実的かもしれない。だからそこら辺は言ってることは否定しないけど、今はその話してないんですよ。このツイートをした人はただ単に上司が部下の気持ちを察して逃げてもいいよっていう選択肢を与えてあげてる、そのシーンに感動してるんですよ。たまたまそれが特撮のそのシーンだっただけであって、これが別の作品の別のシーンってことも全然あり得る。ただその場面の素敵さを解いてるだけなのに、その例として出されてる特撮の軍隊の場面だけを切り取って、本物の軍隊はこんなこと言わないとか、こういう考え方は嫌いだみたいなことを言ってきてる人たちがいるのよ。結構人の振り見て我が振り直せという感じでですね、このツイート見かけて僕自分自身の読解力が非常に心配になりましたので、今回は緊急企画、こちらの問題集の国語の問題を解いて一問でも間違えたら全力謝罪いたします。では行きましょう。各位、私トムテラスカですね、学生時代現代文が大の得意でございました。高校時代なんかは定期試験はもう軒並み90点以上、常に1回100点満点のテストで110点取ったこともありますし、共通模試みたいなことになって共通テストの順位も校内で1位だったこともあります。だってそれはそうだよ、問題文読めば答え書いてあるんだから。でしかも今回はこれですね、小学校全学年対象の中学入学準備用の問題書なんですよ。子供が解くもの、もう27年間生きてきてますからね、これ解けなきゃしょうがないということでしょう。これ試しに解いていきたいと思います。ただ今回マジで僕が問題解くだけです。1問でも間違えたらその瞬間この動画終わります。まだこれ問題文の中に見てないからさ。今回やるのはですね、単元2つ、説明的文章と文学的文章の2つをやります。この文章をね、読んで問いに答えていくっていう、まさに読解力が試される問題なんですけれども、こういう問題結構得意なんですよ。漢字の書き取りなんかも得意だけど、だって本当に読めば答え書いてあるんだもん。逆になんでわかんないのって感じなんですよね。早速解いていきましょう。あ、ちなみにもしこの中に現役の学生さんでこの動画見てる方々がいらっしゃいましたら、ワンポイントアドバイスなんですが、たまにね、問題解く前に先に問題文全部最初から最後まで丁寧に読んでいく方がいらっしゃいますけれども、それ結構時間の無駄なので、最初に問題文読んで、その問題で指定されているところだけを、どうしても全体の文章の流れを問われた時のみ最初から最後まで文章を流して読んでいくと、なかなか時短ですね。まあ、あとは現代文に限らず全てのテストの基本ですけれども、わー問題から解いていくって感じでございます。なので今回この問題ですね、一番最初はカッコ1番の問題文から読んでいくべき、傍線丸1の疑問に対して、あ、ここに書いてあるんですよ。なので問題文に傍線丸1って書いてあるから、ここで初めて傍線丸1を読むと。トブトレアスカのワンポイントアドバイス2つ目、よくね、何文字で書きなさい的な問題があると思うんですよ。ここで注意が必要なのは、何文字で書きなさいと何文字で書き抜きなさい、もしくは書き出しなさいの違いはですね、書きましょうはちょっと違ってもいい。ただ書き抜きなさいとか書き出しなさいって言われてる時は、もう本当にその本文中そのまんまの形で抜き出さないといけないんですよ。だからひらがなで書かれてるところを漢字にしちゃっても罰だし、ちょっと
ょっと言い回しを変えてるなんかしてもダメです。本当にその文章中の言葉で指定の文字数に合うところを探して抜き出すことが必要。何回か確か中学校ぐらいだったかな、書き抜きなさいって書かれてるのに本文中でひらがななってるところを漢字で書いててバツになってるって言いましたね。ここ要注意でございます。説明的文章終わり。個人的には説明文よりも物語の方がやりやすいですね。終わりました。まあ、ちょっとね若干うんって迷うところもあったんですが、多分ね全問正解できてると思う。というわけで答え合わせをしていきたいと思います。じゃあいきます。2番説明的文章括弧1正解です。括弧2正解です。括弧3正解です。括弧4正解です。正解です。正解です。なんと説明的文章の四角1の括弧1から括弧6が全問正解でございました。まあ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 、これが当然なんですよ。だってこれ小学生が解く問題だからね。ちょっと逆に簡単すぎて迷っちゃうかなと思ったけど、割と本当に単純明快な答えでございました。次が物語の方ですね。文学的文章括弧1番い正解です。括弧2番病気で倒れてみんなに心配かけたお礼の言葉。病気で倒れてみんなに心配かけた、お、正解です。括弧3番え、正解です。括弧4番正解、正解です。あというわけで検証結果、トボトラスカは読解力がある。いや本当はねちょっとなんか間違えてすいませんでしたっていうところ取りたかったんですけど、まあまあちょっと楽勝すぎましたわ。これで俺は胸を張って読解力があるということが言える。多分ねあの例のツイッターの話、この問題というのは一目でも間違えると思う。本当になんか結構割とじっくり文章読んで考えればわかるんだけど、物事の表面上、ニュースなんかでもそうですよ、見出しだけ読む人とかは多分こういったもので解けませんね。なんかでもちょっと簡単すぎましたかね。次回は中学生用の問題でリベンジしたいと思います。ではまた次回の現代文でお会いしましょう。バイバイ。